ギュッと中身を詰め込める手のひらサイズのエルファス財布。今回は胸革のクラムをご紹介していきます。コンパクトな L 字ファスナー財布の仕様とお金とカードを入れた使い心地を見ていきましょう。レザーにはイタリア産の植物担任なめし牛革のブッテーロが使われています。このブッテーロですが、胸革のオリジナル加工が施されていて、程よい光沢のある高級感のある仕上がりとなってますね。サイズは縦が 9.5 センチで横が10センチです。厚さは 1.7 センチほどで、重さは約 55g となってます。カラーは4色用意されてますが、別のレザーを使った数量限定モデルも販売されてます。ファスナーは YKK 製で、引き手は革製の編み込みデザインですね。で、長さもちょうどよくて、この編み込みが滑り止めの役目も果たしてくれるので、非常に操作しやすいですね。で、ファスナーの動きもスムーズです。内装もブッテーロレザーがたくさん使われてます。コインポケットの内側とかは摩擦に強い豚革が貼られてます。あとここもですね。で、開口幅ですが、町側は10センチほどで、手前はガバッと開いて13センチほど開きます。収納は右側にカードホルダーが2箇所あります。で、中央が小銭入れで、このように浮くので、この下が札スペースになります。で、仕切りがついてて、仕切りの底は縫われてます。で、ここにカードをまとめて入れることができます。全体のデザインをじっくり見ておきましょう。こちらのカードホルダーですね、内側に繊維生地が貼られているので、1枚の革に切り込みを入れてますが、このように繊維生地で仕切られているので、カード同士が当たることはないですね。一つ一つ独立したポケットになってます。で、下手に関しても美しいので、特にここで不満が出るっていうこともないですね。小刃処理も綺麗です。で、見開きはこんな感じで、ね、でファスナーは下まで折り切るタイプですね。このような感じです。レザーの質感がとてもいいです。それでは中身を入れて使い心地も見ていきましょう。試しに収納した量はお札が5枚で、小銭は10枚です。で、カードは2枚と3枚の合計5枚ですね。後で最大収納も見てみましょう。札の収納方法ですが、このように U 字にして入れる形になりますね。なので完全に2つ折りにする必要がないので、収納がとても楽ですね。で、出す時もこのように引っ張り出せるのでスムーズです。で、収納もちょっと U 字に曲げてあげて入れるだけなので、すぐ慣れますね。で、このように奥に詰めることもできるので、この角度にしてもお札が落ちてくることはないです。お札を2つ折りにした状態で収納してみると、このような感じで綺麗に収まりますね。で、あと小銭入れをまたぐ入れ方ですね。この収納方法でも綺麗に収まるので、で、ファスナーに干渉することもないですね。なので、好みの入れ方で使い分けてみると良いと思います。小銭入れの使い心地ですが、下側が札スペースになっててちょっと浮いてるので、深さが抑えられてますよね。で、大きく開いて見やすいので、取り出しも簡単です。使い心地に関して特に不満が出ることはないかと思います。で、収納時ですね、最後閉じるときにここのマチに小銭がいっぱい挟まっちゃうと厚さが出やすくて、ファスナーも締めにくくなるので、ここに挟まらないようにしてあげるくらいかなと思います。カードホルダーの使い心地ですが、このように取り出しもスムーズに行います。で、収納も簡単です。で、下側も同様ですね。
で下側は入れるときにここの皮が開きにくいときがあるんですよね。そういうときは財布をちょっと大きく開いて隙間を作って入れるといいですね。で何度かやって皮が馴染むと自然と開いてくれるので、ここは特に問題はないかと思います。で2枚のカードを入れてるこの間隔も結構あるので、隣のカードを一緒に引っ張り出すっていうこともなくて、ここもいいかなと思います。仕切り側のカード収納ですが、3枚入れてこのような感じです。でこの奥の皮が馴染むまでは奥までこう詰めにくいのでカードがずれやすいですね。でも3枚程度なら問題はないので、このように広げてみることもできますし、使い勝手としてはいいのかなと思います。この収納量で厚さを見ておきましょう。で全体を見るとこの辺りがマチと小銭のある部分が厚みが出やすいですね。ここら辺で 2.6cm ぐらいですね。そうですね。でこっちになると 2.3cm で薄くなりますね。で iPhone 14 Pro Max と比べるとコンパクトさがかなり際立ちますね。このクラムって詰め込むっていう意味なんですけど、それの通りの使い心地って感じですね。それでは最大収納の収納具合も見ておきましょう。公式サイトに記載されている最大収納目安はお札15枚と小銭も15枚ですね。でカードは7枚で、こちらは変わらずでこっちに5枚まとめて入れてます。札の収納具合ですが、お札は増えてもそこまで気になることはないですね。ただこの新札とか折り目のついてない札が増えると浮き上がりやすくなるので、この点だけ少し気をつけてファスナーに当たらないようにするって感じですかね。で気になるときはちょっと押さえてファスナーを閉めるって形になりますね。小銭の収納具合ですが、スペース的には余裕があって取り出しも簡単で、ここは変わらずですね。ただ閉めるときに小銭が増えた分重なりやすくなるので、どうしても厚さが出やすいですよね。なので小銭が増えたときは閉じながら財布を振って小銭を散らしてあげると厚みを抑えることができます。なので小銭の収納量としては10枚ぐらいがベストかなと思いますね。仕切り側のカード収納ですが、5枚まとめて入れるとこのような感じで、カード同士のズレもちょっと増えますね。で綺麗にまとめて入れにくくなるので、個人的には3枚に抑えるかなって感じですね。で収納具合、全体のファスナーの閉じ具合を見ると、そうですね、カードが増えた分ずれやすくなってスライダーに当たるかなっていうぐらい近づいてきますね。なのでカード自体を傷つけてしまう可能性もあるので、3枚ぐらいのさえて奥までしっかり入れてあげる方が良さそうですね。でここら辺に来るとさすがにスライダーがきつくなりますね。でお札も今浮いてきちゃって傷ついちゃったので、収納量ですね、最大収納として入れるときはカードを傷つけないように押さえて、札も押さえつつ閉めるって感じですね。収納自体はできますが、結構もうパンパンになっちゃって限界を感じます。こちらはカードが重なってちょっと浮いてくるので、常に入れてるとこの状態で皮が伸びて形ができちゃうので、気になる場合はやっぱり少なくした方が良さそうですね。最大収納量での厚さも見ておきましょう。内側がかなり膨れちゃいますね。測ると 3.5cm ぐらいになります。で iPhone 14 Pro Max と比べるとこのような感じでかなり厚さが出てしまうので、まあここは仕方ないかなと思いますね。
おすすめの収納量としてはお札は増えてもそこまで気にならなかったので、まあ10枚ぐらいがいいかなと思います。で、小銭も10枚でカードは5枚で、最初に入れた量を目安にして入れると良さそうですね。胸革のクラムを見てきましたが、中身をギュッと詰め込んで使うこのコンパクトさがとても良いと思いましたね。お札を U字に入れることもできて、全体的な使い心地で不満が出ることもないかと思います。胸革のオリジナル加工のレザーや仕立ても上質なので、高級感を求める方にぴったりの L 字ファスナーコンパクト財布です。